小福亭松之助。小福亭松之助は、落語の名跡。当代は二代目。二代目、小福亭松之助。小福亭松之助。1925年8月6日台は、日本の落語家、放送タレント、俳優。本名は、赤石徳蔵。タレントの赤石や三馬の師匠として、一般的に知られている。落語家としては、関西を拠点に、 情報落語を演じ、寄せで演じられる、経営劇の俳優剣劇作家としても長く、活動している。所属事務所は、吉本工業。1959年4月から1961年3月。1967年3月、所属歴は後日。2000年代以降は、情報落語界における最年長の落語家となっている。落語界しての最年長は松より、 生まれが4ヶ月早い4代目カツラベーマルである。愛称は、松ちゃん、松ちゃん。血液型は AB 型。兵庫県神戸市港西区、後の兵庫区で、父、徳松と母、長の間に、長男として生まれる。父親は俗に、鉄代職、鉄代職と呼ばれる建築作業の補助的な、部分担当する職人だった。母親は、上結だった。成果は、 港川神社の西側、有馬道と多門通の交差点付近で繁華街の深海地が目と鼻の先にあった。徳造は母に連れられ深海地でよく遊んだ。近所の寄せ屋、映画館、芝居小屋に親しんだ。漫才では横山縁達、花火シや茶子に憧れたという。立花神城小学校1、二年生の頃、同級生の家に大量にあった、初代。 カツラ・ハルダンジのレコードを聴かせてもらったのが、落語の面白さを知ったきっかけだったという。また、向かいの家のおばさんに、雑誌、キングを借り、連載されていた、落語速記を単独した。同誌に掲載された、柳谷金五郎の新作落語を、クラスメイトの前で演じたという。立花神城高等小学校卒業後の1940年4月、特像は、 養成校として三菱電機神戸製作所へ入社。戦争が激化しつつあったため、入社と同時に徴用校の扱いになり、また、中等学校にあたる三菱電機の幹部養成校であった神戸三菱電機青年学校の生徒となる。当初は潜水艦工場の設計家に配属され、シャズトレーサーとして設計図の作成に従事していたが、すぐに工場に転じ、 仕事をサボって、倉庫で寝たり、長期の病欠をとって、ニュース館と呼ばれるニュース映画専門館のフィルムを自転車で運ぶアルバイトをやったりした。ある時、徳造をニュース館に誘った友人が次に、余興や機材のレンタルを兼業したプロモーターのような事業のアルバイトを紹介した。この頃徳造は記述に凝っており、余興屋の社長が記述誌のジャグラート1を紹介しかけたが、 空襲の激化のためで死因の話が立ち消えになった。徳造は、徴兵的霊気であり、健康であったにもかかわらず、終戦に至るまで、どういうわけか、召集霊場が来なんだ、引用中イコール来なかった。一家は、徳島県の池田にあった姉宅への疎開を経て、終戦を尼崎市で迎えた。終戦後徳造は、日雇いの土木作業に従事していたが、ある時、 好きなことして生きてやろうと思い、死んだ時に新聞に名前が出る、略ちょっとでも人に知ってもらえるとして芸人になると思い立った。漫才は略相方と喧嘩するやろし、話しかならその心配はないとして落語家を目標に定めた。特造はこの頃、雑誌、新演芸に掲載されていた、正岡博史による五代目小福帝昇格の評論を読み、 大阪の話家の中では、昇格が一番落語に情熱があるという一節を記憶していた。また、徳造はかつて五代目の尻餅を聞き、鎮月屋が火に当たりながら相撲人工を歌う様子を演じるのを見て、おっし小判の前に火がぼーっと燃え上がったような気がして、客席でブルブルっと身震いするほど、ええー、なぁと思うたことがあった。こうして、入門するならここやと決意を固め、 当時昇格が出演していたエビス橋小区に飛び込み、支配人を通じて昇格に面会を申し出た。楽屋で寝ていた五代目は、徳造を見て起き上がるなり、ご飯食べられへんでと呟いた。徳造は、それはもうわかってますと答えた。五代目は、そうか。そんなら明日からおいでと答えた。1948年6月7日のことだった。これ以降、 若手時代の事項の日付が精細なのは、当時の徳造が入門当初の稽古ネタや演じた場所、日付、報酬などを細かく、A5 版の大学ノートにつけていたためである。入門わずか12日後の6月19日に、徳造は初舞台を踏んだ。寺田町の大阪市交通局寮で、本名のままで、より愛主を演じた。 徳造は、師匠の家に住み込んだり通ったりすることなく、恵比寿橋小畜の楽屋に通って、弟子修行を行った。師匠との稽古は、楽屋の片隅で小声で行われた。その傍ら、兄弟子の昭福亭光鶴、後の六代目昭福亭昇格と共に林場を手伝った。後に松之助は、この時期に一度だけ、昭福亭どっくりという名で出たことを回想している。 入門半年後、五代目から、この名前やったら続くやろうと、光鶴の全名だった松之助を与えられる。1950年1月1日の京都議園会館での講座を経て、11日の京都府規定が寄せでの正式デビューとなった。同年7月に五代目が死去。松之助は五代目の妻で下座林の南義と共に、四代目。 カツラベイダサムの自宅2階に1年ほど寄居する。米団をンサムからもネタを教わった。松之助は1951年9月18日の NHK ラジオ大阪放送局若手演芸家の時間で放送をデビューし、米団をンサムから教わった江戸荒物を演じた。1952年3月から1956年1月にかけ、 阪急東方グループの小林十三の発案で、宝塚第二劇場において、宝塚若手落語会が開催された。松之助は、宝塚で、敬遠劇の公演に参加しながら、後述、ここで落語の腕を磨いた。1957年4月には、情報落語協会の結成に参加している、後に大会。小林十三は、 上述の落語界に先立つ1950年に、宝塚新芸道場という、様々なジャンルの芸能人を集めた、バラエティー装のためのグループを旗上げしていた。翌年、拠点を、宝塚映画劇場に移し、宝塚新芸座という経営演劇の劇団に模様を変えさせた。1951年10月、松之助は新芸座の一員だった漫才コンビ、島八郎。 辰巳ミ子の八郎に誘われ、懐かしの映画50年と題する公演に、ゲスト出演した。松之助は、やがて新芸座の正式な座員となり、喜劇役者の道を歩んでいく。入団当初の松之助は、自分は話し家なのか、役者なのか、どうも気持ちの整理ができなんだ。引用中イコールできなかったと言い,い、話し家やがなという腹で、セリフを覚えずに出て、 舞台袖のスタッフに忘れた部分を聞きに行くなど、強引な方法で笑いを取っていた。そのような松之助を見た、先輩座員の三角や絵が、そゃあんたは、落語家や。そんなつもりでえ加減にやってんねやろけど、今は、役者として給料をもらうてんのと違うんかいな。それやったら、そのお金が取れるだけの芝居やってんかと厳しく叱責た。また、 小さな落語会にばかり参加していた松之助に対し、三代目、林家染丸が、もうあんたは、引用者中、役者として、北の劇場や、駒、劇場てな大きなところへも出られるようになってんねんさかい、落語をやるときも、場所を選びやとアドバイスした。これらの体験から、松之助は、区分は小さいこだわりなんや、自分は、芸人なんやと意識を変え、芝居をやれと言われれば、 役者を演じ、落語をやれと言われれば、話し家を演じると決心した。1953年4月、新芸座の人気演目から中継番組となった漫才学校 ABC ラジオが開始され、松之助は番組のヒットと共に人気タレントとなった。松之助は1958年、漫才学校のヒット以降座聴覚になっていた宮子、蝶 なんと、有事の対談を追うように、新芸座を去り、翌年4月、長田キング門下の元芸人で工業士の北村ハッピーの紹介で、基地工業と契約する。吉本は3月に、梅田花月劇場を開館させたばかりであり、独自の新たな経営演劇のプログラムのため、役者を求めていた。松之助曰く、昭和中期の大阪の芸会は、実力さえあれば、何歩でも変われる。 会社より芸人の方が強かったという環境であり、松之助はこれ以降の10年間、気の向くままにプロダクションを渡り歩いた。吉本で松之助は、吉本バラエティ、後の吉本新喜劇の座員となった。当時の新喜劇には、オリジナル脚本と演出を担当していたのが、進行係の竹本幸造だけしかおらず、中村秀夫の誘いで、松之助も、明石浩二。 赤石浩二のペンネームで脚本を書くことになった。新喜劇では一時退社した時期を挟んで五十本ほど書いたという。松之助のインタビューを収めた四代目、林家染丸の著書、小福亭松之助聞き書きいつも、青春ずっと青春には赤石浩二による梅田花月1971年2月第3週の岡八郎、船端郎、室谷信夫、山田隅子。 井上達夫らが出演する、公演、参観資本の台本が完全収録されている。1961年4月、松竹芸能が、松竹爆笑コメディ劇場旗揚げのため、松之助の引き抜きを図り、松之助は誘いに応じて松竹に移籍した。この時松之助は、吉本との契約期間を勘違いし、契約を1ヶ月残して移籍したため、幹部の張った竹を激怒させている。 再度吉本に復帰した時に、張ったから明かされ、松之助は冷や汗をかいた。松竹では、ミス若さ、島広史率いる松竹と、上もり座のための台本執筆と演出を、平尾新作、花と箱と共に担当し、自身も役者として出演した。若さ、広下絵団子は、松之助が座長となり、初代森の袋を、上方隆二、隆太との三組主演公演などを手がけた。 この傍ら、第二期の小畜家庭劇にゲスト参加した。小畜には三年在籍し、1964年4月、千土地工業の更新、日本ドリーム観光に移籍した。千土地では、千日劇場で落語を演じる傍ら、軽演劇の松ちゃん劇団を率き、大阪劇場で芝居を演じた。また、三代目、桂米朝司会の大喜利番組、 お笑いトンチ袋にレギュラー出演した。この時期に二代目、梅雨の五郎、三代目桂部ら紫、四代目桂文、紅、くれない、三代目、小福亭二角とともに、実験寄せを主催し、講座の左右に置いたスピーカーから、効果音を出す、当時の洋画を落語にして演じるなどの演出を試み、若い観客を増やした。1967年3月、 もう外で十分勉強したいやろうと、八田竹雄に呼び戻され、吉本に復帰。新喜劇の台本執筆をしばらく担当したほか、芸人たちと幕合いのコントを演じた。四代目染丸は当時の出し物のうち、歌舞伎のパロディや、老曲漫才の宮川左婚章をもじった、寺川右婚章などを記憶している。やがて落語に専念するようになる。六代目昇格が立ち上げた。 セルシー落語界、繁盛亭の出番組を引き継ぎ、後進の育成に携わるようになる。1970年代以降、テレビの CM や番組の内容をこきおろす、漫談町の新作落語、テレビアラカルト、別名、仮面ライダー、バカボンで落語家としての人気を得た。俳優としては、映画やテレビドラマの出演多数、口実、 1996年6月から9ヶ月間、ニュース番組、ニュースステーション、テレビ朝日系のコメンテーターを担当していた。2000年1月、4代目、林家染丸と共に、若手の勉強会、落語は、やらせたいの顧問となる。松之助自身が、ナンバーグランドヶ月で、初めて落語を演じたのは2007年6月28日だった。2008年8月6日、 トリーホールにて、自身の芸能生活60周年を記念する、落語会、五世昇格で私生活60年記念の会、自称天然記念物認定開催。80歳代に入っても40分を超える長ネタを演じ、映画監督を務め、ブログを解説して自ら積極的にメッセージを発信するなど、エネルギッシュに活動し続けている。2009年6月には、 若手に混じって、賞レース、S-1 バトルに挑戦した。2016年3月31日、吉本ブックスより、初の著書、草や木のように生きられたらを出版した。松之助は、多くの弟子に、自身の本名にちなむ、アカシアの帝合を与えた。サンマによれば、サンマがない弟子だった、当時の松之助は弟子に、実家の生業をもとにした。 変わった芸名をつけており、サンマの他にも、実家が理髪店のアカシアパーマ、実家が自転車屋のアカシアサドル、実家が下着店のアカシアパンツなどが過去に存在していたとされる。他多数、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。